あっと言わせてくれているやっぱクラウン、こういうのも好きだな本当に。ああ青のインパクトすごいですね。この車、これはトヨペットって、これクラウンですか？クラウンです。これはちょっとオフホワイトっていうかクリームホワイトみたいな感じ。はあ、45年式のクラウン、ツードアハードトップ。おお、角2灯です。大きな、左右のライト角2灯でございます。クラウンのエンブレムね、いいですね。クラウンといえば、もういつかはクラウンっていうのはこのね、もう有名なキャッチフレーズあります。そう、みんないつかはクラウンに乗りたいなって、そういったこういわゆる本当に王様というか、やっぱりそういった憧れの車であったわけです。で、今のクラウンっていうのはまた新しい時代に突入しましたね。あっと言わせてくれているやっぱクラウン、その時代やっぱクラウンがあることで、だいぶ変わってきましたよね。いつも憧れを、憧れという言葉を、その意味を思わせてくれたクラウン、それがツードアハードトップ、スポーティーなんですね。かっこいい。これだから今のクラウンもツードアのクラウンをこの先作りますかね。どうなんでしょうね。あったらいいと思いますけどね、今の時代に、はい、あれだけクラウンがやっぱりモデルチェンジ、イメージチェンジしたってことは、ないこともないでしょうね、ツードアもね、もしかしたらね。だいぶ近未来的な感じになってましたけどね。はあ、色が、これも元々の色をまた同じように塗り直したんでしょうか。そうですね、はい、いい色ですね、温かい色。ちょっとアイボリーっぽいですね。アイボリー、アイボリーっぽい感じですね。アイボリーっぽい感じね。そうで、これドアミラーに変えてますか。変えてるって感じですね。元々はやはりフェンダーミラーでしたので、クロージャーもここ全部パッと綺麗にしてドアミラーにしました。なのでホイール変えて、ちょっと、ちょっとアメ車っぽい感じの。そうですね、このホイールも好きだな、本当に憧れます。これはやっぱクラウンになると、さっきおっしゃってた、五欠になる。これ五欠ですね、クラウンは、はい、ね、大きい車だからでしょうか、ホワイトリボンで。これは何 cc になるんでしょう。これは 2000cc です。 2000cc 6気筒エンジンですね。 2000cc の、はい、6気筒エンジン、6気筒エンジン、はい、あれ昔のあれ見れますか。あ、これ6気筒見れますか。ありがとうございます。よいしょ。うわ、おー、でっかい。もうどこら、青のインパクトすごいですね。うわー、原田さん、これがいわゆる 1,2,3,4,5,6 っていう。そうですね、これが6発なので6度ですね、はい。すげーなー、やっぱりこの時代をゆっくりしっかりと歩んできた感じが分かりますね。これは何ですか。この青いのはこれはエアクリーナーですね。いわゆるこれが、シングルキャブっていうキャブレーターが1機だけなんですね、はい、1機だけなので、そこから空気を吸ってでガソリンと混合してるっていう感じですね。エアクリーナー。じゃあこれ空気を吸ってる、じゃあボンネット閉めた時にこのバーって中にこう下から入ってくるのを吸ってってことですかね。そうですね。空気を取り込んで、はい、でそれでこう冷やすってことですか。冷やすというか、ガソリンと混合して爆発して、そう、エンジンの中で爆発させてるっていう。勉強になります。OHC オーバーヘッド、 DOHC
の D がないですね。ないです。 DOAC の D はダブルっていうシャフトが2本入ってる、はい、これはシングルなのでオーバーヘッドカムシャフト、オーバーヘッドカムシャフト、さすが新機種一話でもなかったし、うん、すごいですね、さすが。だからこのやっぱり空気の取り込むって色なんですかね、これもしかしてどうなんでしょうね。ちょっとまあこれも塗り直しされてますけれども、まあでも元々そういう感じで、ブルーブルーといえばそう、何色だこれ、うん、ブルーオーシャン、全然全然発音かっこいいブルーオーシャン聞きたかったな。あ、本当、もう一回言ってください。じゃあ、これ何色ですか。うん、ブルーオーシャン、かっこいい。いやいや、からかってんでしょ、俺のこと。そうね、ありがとうございます。原田さん、これ何色ですかね。ブルーオーシャン、あ、ありがとうございます。シャンの部分がすげえいい、いいシャンでしたね。やっぱりね、あの誠実なシャンなのよ。やっぱり体の方がナイスシャンだったの。ねえ、ありがとうございます。それで体さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。来ますか。あ、はい、ありがとうございます。いいですね、音も重厚感ありました。閉まる音、角二刀なんですね。クラウン、クラウン、これはコロナですね。コロナ、はい、コロナ、コロナ、やっぱでかいですね。いいですね。これもハードトップですよね。これハードトップですね、はい、いいですね。なんでハードトップっていうのかな。それはね、全然窓に関係ないもん、うん、いわゆるあのオープンカーの、はい、あのこうフォローがこうグーって下に、下にというか後ろに行ってオープンカーになる、はい、あれをソフトトップっていうんだね。それに対してこう屋根はあるけどここが開くからオープンカーの要素がある、オープンしているところでハードな屋根にオープンしている要素があるからソフトトップの、そのフォローが開くことに対してのハードトップ。なるほど。じゃあ、オープンの概念で話してるってことなんですね。その通り。おー、すげえ、何でも知ってるな。ありがとう。いやいや、これあの石川ちゃんに教えてもらったから。うん、続き分かった。もう嫌って言ってるから分からないよね。ごめんなさい、そういうことだよ。ソフトに対してのハードっていうね。そうそうそう、っていうのがあるわけよ。このあの布がこうあのホロのあれがこう後ろにこうあーってまとめられるじゃない。そうするとオープンカーになって雨が降るときに窓は全部開くでしょ、はい、うん、に対してこれは屋根があって屋根がソフトじゃないよっていう、ハードってこと。そうそうそう、だからオープンカーの概念で話してます、私たちはってこと。向こう側の人間だったでしょ、はい、こっち側に来ると分かるから、うん、オープンの概念で話してます。お気遣いありがとうございます、鈴木ちゃん。一回じゃの説明が一番分かりやすい。すいません、金田さん、そういうことだったんです。そういうことです。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。